やってみるかチャンネル。スポーツ報知の森脇瑠香です、はいはい、今日もゲストに掛布雅之さんをお呼びして。そういうことです、はい、答え合わせですね。そうです、はい、あの、まあ、正直言って2人とも惨敗です。もうボロボロだねもう解説者という立場をやめなきゃいけない、コーチームの記者やめなきゃいけないよこれ。本当すいませんっていうような森脇瑠香のやってみるかチャンネル、イエーイ。ただね、それぐらいやっぱ野球は難しい。紙一重だよ。そうですね。これ巨人阪神の東京ドーム3連戦もあの森下のあの右中間の打球が抜けてたらだよ、阪神の3連勝が2勝1敗だよ。あ、そうですよね。あそこでちょっとそういうことでしょ、ね、絶対ね。ただ、はい、私はその巨人の戸郷投手が開幕初めての開幕だったんでね、ちょっと捕まるんじゃないかなと、ホームランでも打たれるんじゃないかなと思ってたんだけど、意外にやっぱ踏ん張ったんだよね。で、まあ、まず初め開幕3連戦の、はいはい、2人ともの予想っていうのがですね、私が巨人の負け、巨人の勝ち、阪神の勝ちだよな。だから阪神の2勝1敗予想したわけ、はい、全く逆だよ全く逆はい、結果ですもんね。全く逆だよ、はい、巨人が1戦目 4-0 で勝って、次 5-0 で勝って、で次は 0-5 で負けちゃうという、まあ、この2勝1敗の形になりました。全く当たってない本当にね、はい、本当に申し訳ありません。真ん中巨人が勝つってところだけ当たりました。そうや、恥ずかしいぐらいでも、でもね、3連戦見て、今年の阪神と巨人の野球って結構伝統の一戦だとか天王山だとか後半になれば言われるような戦い方をするようなこの開幕の3連戦でしたね。結構盛り上がりましたね。すごくやっぱり野球ファンの方たちが楽しめた3連戦だったんじゃないかなっていう俺の言い訳だよ、うん、いやでも阪神が前回こう優勝してるっていうところで、はい、完封勝ち2つしてるっていうところは他のプロ野球の球団のファンからすれば巨人よくやったってなってるかもしれない。だから一番心配してるのは巨人の投手陣なんだよ、はい、特に阪神戦に関しては後半の7回から9回までの3イニングの失点が去年めちゃくちゃ多かったわけだ、巨人は。あ、そうですね、うん、中継ぎ陣がちょっと不安と不安だった。それがね、この1戦目2戦目リリーフ陣がきちっとその阪神打線を抑えたという形で完封して2つ先に取れたっていうことは阿部監督かなり手応えを感じたと思うんですよ、うん、まあただね、この三立てっていうのは去年の日本一のチームだよ、やっぱり難しい、はい、ということだと思いますよ、はい、はい、だから、まあ、もう全然当たってないけども、僕は東京ドームで最後のゲーム見せてもらいましたけども、すごく見応えのある、うん、ゲームだったなと。そして見応えのある3連戦だったなと。そうですね、なんかプロ野球っていいなと思うような戦い方を両チームしてくれたんじゃないですかね。いい開幕、いい開幕でしたね、はい。で次ですね、はい、ヤクルトと中日、はい、これはもう本当にヤクルトファンの人ごめんなさい、ごめんなさいだよ俺はな本当にごめんなさい、これは本当にごめんなさい。 いやただね森脇君、はい、これもね、僕は中日が今年台風の目になるって言ったよね、はい、これショートのフライ、あれ取ってたらわからないよ、流れがまたね変わってるかもしれない、ね、あれ中田翔選手が、はい、ホームラン打って逆転するわけじゃない、うん、ね、中日の補強だとか中日の形がバチッとはまったわけですよ、はい、ほんとショーフライですよ、ショートの後ろ追っかけていって最後まで追っかけれてないもん、もうショートが取ると思ってるからね、レフトセンターは、まあね、あれもしもフライをポンと取ってたらそのまま終わってたかもしれない、まあ、これも言い訳ですよ、はい、予想ではヤクルトが負けて、ヤクルトが勝ってヤクルトが負けるっていう、そう、中日の2勝1敗なのよ。蓋を開けてみたら1回も勝ってないっていうで森脇君は
全部中日が勝つだぜ。はい、いやそうだったんです。だからね、弁解するわけじゃないけど、中日は僕1年間のペナントレースを考えれば、この投手力さえ持っていればですね、どっかで必ず出てくると思います。なんか負けてるんですけど、負けてない感出てません？そうそう、負けてない感、これ言い訳だね。言い訳負けてない感は出てる、まだまだ出てる、それは言える、はい、だからまあ予想は外れたけど、まあここもこれでかえって楽しい、面白くなるかもしれない、ペナントレースが、はい、ヤクルトのだって僕順予想って最下位だもん。そうですよね、うん、本当もごめんなさいって、はい、いやだってそれこそ西川選手、塩見選手も1に、そうなんだよな、あの西川選手のさ2番がちょっとハマってるよな、うん、守りでもな、足もありますし、足もあるし、この1番塩見、2番西川、このコンビってもしも1年間だよ、フルにいい状態で出れたら、ちょっとヤクルト打線怖いんだけど、山田選手がちょっと怪我しちゃったからな、ここがちょっとまた次の6連戦考えるとヤクルトはしんどくなると思いますよ、はい、ピッチャー陣でいうと中日は結構踏ん張りましたしね、踏ん張っただろ、先発陣は踏ん張ったよ、はい、ここがちょっと涌井さんのね勝利、これ分かったね、はい、涌井投手がこのピッチングをしたってのはね、多分立浪監督一番手応え感じてんじゃないかな、2000奪三振も、ああナイスピッチングでしたね、はい、でも我々の予想は見事に外れたということですよ、はい、さあ次です、ね、はい、お前ら何をな YouTube で言ってんだ、多分ねもう怒られるね、お叱りを受けるね、そうですね、はいはい、もう黙れと言われる、黙れよってまだまだ喋りますと、はい、はい、最後です、 DeNA 対広島、これ僕はね DeNA の3連勝、はい、で私は DeNA2 勝からの当たってるよ、そうなんです、広島が意地見せて勝つっていう、ここドンピシャで当てました、ここだから俺全敗だよ、無理やく一つ当ててるやん、はい、そうなんです、もう本当に意地の意地で、田中浩選手のこの一発からやっぱ、ね、だよな、やっぱベテランのあの一発は流れが大きいね、でもねこの3連戦でやっぱり一番目についたのは渡来選手だろう、新人だよ、はい、ホームラン連発ですもん、ね、しかもオープン戦首位打者で、オープン戦が終わってペナントレースに入ると、普通の新人ってちょっとつまずくんだよね、なんかやっぱちょっとプロの戦略と言いますか、なんかちょっと違うなというような感覚で、ちょっとつまずきが普通なんだけど、はい、彼の場合はなんかあっさりとあのね、僕もニュースで見たけど、あのバットのヘッドがね体から離れない、巻きついてるんだから後ろがすごく小さい、ほんで前を大きく振れる、だからこれは本物だね、うん、これであの危険球か、あそうですね、あの頭でもね、あれね、あの皆さんあの試合4打数4安打したんだよね彼、そうです、はい、あの最後のヒットが三塁打だったらサイクルだったでしょ、そうですよ、ただバッターからすると本当に頭当たってないんだよ、うん、紙一重で逃げてるんだよね、だからその残像が残ってない、ここへの怖いっていう、ね、ここへインコースへ来た時の恐怖心みたいなのが、恐怖心は紙一重で逃げてるから自分の体が恐怖心を覚えてない、うん、僕も初めて頭に当たった時はもろに当たったわけ、ヘルメット粉々になるぐらい、これでも怖くて右足が踏み込めないんだもん、踏み込んで打ってますもん、踏み込んで打ってるじゃないだからそれも紙一重でやっぱり避けてるんだけど、僕今の選手があの気をつけなきゃいけないのはね、あの肘のエルボーガードもしてるよね、でもこういうのもしてるよね、あそうですね、顔フェイスガードみたいなの、はい、それと足にも自打球防ぐようなレガースみたいなつけてるでしょ、で す,、ね、はい、ですごく守られてるわけだよ、でしかもルールの中で危険球がないわけ、あ危険球というルールがあるわけじゃない、そ う, です、ね、そうすると頭に来て当たったらピッチャーは
もう退場になるわけじゃない。そういうリスクがあるから。実際3球で、ね、そうでしょ、してますからね。インコースの厳しいボール投げられないわけ。そうなった時にバッターとして気をつけなきゃいけないのは、守られてるという意識が頭に来た時に逃げるのが一瞬遅れるね。なるほど、うん、だから私はね、当たっても大丈夫って思うって思うじゃない。あっかえって当たりに来る人もいるよね。だから僕はこれからもう一つプロ野球のギリギリの勝負をね、うん、あのバッターとピッチャーのギリギリの勝負を本当に見せるんであれば、エルボーのあれを外さなきゃダメだ。そうなんですか。そりゃそうだよ。インコース投げたら当たるんだぜ、うん、一番バッターの打ちづらいゾーンってこうやって構えたインコースの下なんだよ、うん、こう森脇君もバッターの経験あるから分かるでしょ一応あるんで一応あるよねここが一番打ちづらいね、はい、ここ守られてたらここで当てられるもん、はい、だから僕はもうフェースガードとか危険球というルールはまあそのまま残していいと思うんだけど、その肘のガードするエルボーガードは僕はそのルールの中でね、なんか外すべきじゃないかなと。プロ野球であればピッチャーもそのインコースを投げる技術を磨きなさいと、はい、バッターもインコースを見極める、また避ける、うん、技術を見極めることによって本当のピッチャーとバッターのなんかギリギリの勝負がこう見せるためにね、もっとハラハラドキドキするようなインコースの勝負、そういうものを見せるために私はエルボーガードは外せと、うん、だからこれ外れたからさ、話をそらしたすごい喋るなと思ってます。そうだろ、ちょっと時間稼ぐためにさ話をそらせて終わらせようかなと、はい、ということで、はい、全敗で終わりました、はい、我々全敗、森脇君一勝してるやん。あ、そうですね、一つだけ、はい、よろしいですか、はい、ありがとうございました